か？本当はそうですね。あんまり、まあ、ずっと膝が良くないんですけど、はい、まあ、腰はずっと痛いですよね。腰が痛い。はい。例えばいつ痛いとかそういうのあります？いつでも痛いです。いつでも痛い。わかりました。大変ですね。じゃあ向こうに向いていただいて、拝見していきます。はい、お辞儀してもらっていいですか？お辞儀どこでいます？やらないでしたっけ？まあ肩そこはないですね。うん、でも痛いですよね。そうす。ここはもうフラットになっちゃってますよね。オッケーオッケー。はい。後ろはどうですか？後ろ。はい。痛い？ああ、ここは痛いです。はい、オッケーです。前も後ろも痛いですね。ねじるのはどうですか？ああ、これです。痛い。はい、反対。はい、痛いよ。万歳は大丈夫です。万歳。ああ、もう全然ここつかないですね。はい、オッケー。はい、上向いてみて。40度ぐらいかな。 OK、 戻して、よし、よし。試合がいつでしたっけ？21ですね。今月？はい。あ、もうもうすぐです。すぐですね。20日ぐらいですね。いやー、ファイターは大変だ。でこっちの膝は柔らかくね、膝って股関節ね。こっちは硬いかな。はい、両膝曲げて、はい、でこれが痛いかな。ああ、痛い痛い。こっちは平気。ああ、そうです。はい、これが痛い。こっちは平気。はい。でこれが痛いかな。ああ、痛い。ね、こっちはまあそうだから、これが痛い。ああ、こっちはまあないですね。こっちの方ですね。はい。でこれが痛いかな。痛い痛いです。痛い、これで痛い、うん、こっちはもう間もなくつくんですけど、こっちだいぶ浮いてますね。はい、肘を伸ばして、肘を伸ばして、これで痛い。近づけたらもっと痛いですね。痛いのどこですか？肩っすね。肩っすね。OK。 ちょっとあの腰の痛みチェックしてください、はい、これは？ないです。これは？あ、嫌ですね。はい、こっちは痛い。ちょっと腰。これは？痛いです。はい、痛い。よいしょ。はい、お尻を動かして。痛い。大丈夫です。落ちたら大丈夫です、はい、痛いでしょ。はい、下ろして、はい、丸まります。これ、あー、痛いですね。はい、痛いですね。あー、OK。 はい、こっちです。あ、痛い。はい、もういいですね。わかりました。はい、では早速直していきますよ。はい、楽にして、はい、息を吸って、はい、普通呼吸。はい、チェックします。痛い？マシです。マシですね。はい、これは？いいですね。はい、両膝曲げて、はい、お尻を動かして、ああ、大丈夫です。だいぶいい。はい、戻して、はい、丸まります。これはいいね。ああ、ちょっといいですね。はい、OK。はい、あ、動きよくなったもんね。痛いけど。OK。こちらです。うん。痛いけど動いてきましたね。はい、上田選手ね。ちょっとこっち側向いてください。横向きです。はい、上から触ってきますけども、はい、背骨もね、痛かったりしてください。はい、この辺嫌かな。で、ちょっと痛い。はい、これ痛いですね。痛いですね。これ痛い。痛いです。これ痛いです。これ痛いです。痛いです。全部痛いです。痛いです。これは痛い。痛い。これは痛いです。大丈夫？はい。これは痛い。痛い。こっちは痛いです。これが痛くて、こっちは痛いです。大丈夫？はい、これ痛いな。あ、ごめんね。オッケー。じゃ痛いのをチェックしましたので、あ、オッケーです。
両膝曲げて、はい、お尻を浮かせて上げるでしょ、はい、はい、そして、はい、丸まります。どうですか、まあ、さっきですね、はい、これどうでしょう、大丈夫です、大丈夫、はい、でしょ、こっち、これいいね、こっちは大丈夫、ちょっと万歳してもらっていいですか、痛い、右肩が痛いですね、右肩が痛い、もうちょっと寄る、右肩痛い、OK、はい、うん、はい、息を吸って、ここはどうですか、ちょっと痛いです、ね、ちょっあと横向いていただいて背骨をちょっとチェックしていきますね、はい、痛いところどうですか、大丈夫、大丈夫そう、はい、じゃあちょっと一回立ってあの全ての痛みを一回チェックしてください、膝はどうですか最近、膝は、うん、どうやって痛い、あのやっぱこうこういうひねったりとか、はいはい、こうなんですかこうやって踏ん張ったりとか、はい、の時にちょっとクキッとなってしまうことのたまにあるので、はいはい、今どうですか、膝はどうですか、そうですね、割と、はい、いい気がしますね、いいんですよ、はい、あそのね、ここの骨が固まっちゃってたんで、うん、それをちょっと今動くようにしたんで、うん、多分膝の痛みとか腰の痛みがこれでかなり解消されてるはずなんですよね、うん、ここなんですね、ここなんですよ、この骨ですね、この骨が動きが悪くなってくると、うん、あの足の動きが悪くなって、うん、なんかいい気がするんですね、ね、これで膝はもっと痛くないと思うんですよね、うん、そう、ああいう場所をほぐす、そうなんです、そうなんです、うん、これで腰とかどうですか、うん、柔らかくなりますよね、はい、後ろも多分ね、いいと思うし、ねじりが特に良くなるんじゃないかなと思うんですよね、ああ、そうそうそう、はい、はい、でこれは肩にまで影響するんですよ、はい、あ、指につきますね、いや、そうです、すごい、さっきとてもつかなかった、そうですね、ね、だいぶさっきめちゃ空いてたんですよ、こうやって、そうですね、ね、しますね、いいですね、いいですね、おお、はい、だから そこから始まってる症状って結構あるんですよね、手首、はい、がちょっと調子悪いですね、はい、どうやると痛いです、これはもうなんですかね、まあ、これもまたずっと痛いんですけど、はい、まあ、まあなんか石灰化みたいな、はいはい、石灰化、そうですね、はい、動かない、なんかできちゃってるんですね、ここに、ああ、本当ですね、で言います、これがやっぱりそれがね、ここが固まっちゃってるやつで、うん、これで動かしてみて、あー楽ですね、してるでしょ、はい、そうです、そしてあー楽ですね、いいでしょ、だいぶいい、じゃあ起きていただいて、まあでもね、はい、メカニズム分かったでしょ、はい、はい、これで大丈夫だと思います、そうです、はい、頑張ってください、しっかり、ありがとうございます、はい、すごいですね、毎回変えるんですか、やり方を変えるんですか、
彼っていうか、もう僕もほら、まあ、1年会ってないじゃないですか、はい、で1年でだいぶ勉強しますからね。ああ、そうなんですね。はい、すごいですね。いやいや、あの、変わらない人っていうのは勉強してない人です。ああ、そういうことなんですね。はい、なるほど。今の選手だったら、技を変えるでしょ。あ、そうですね。ね、はい、それが強くなっていく食べ物だと思うし、整体師も学べば、ああ、そういうことかっていうのが分かってくるんで、変わってくるんですか、ね、変わらない人はおかしいですよ。ああ、そうなんですね。おかしいです。ずっと、ね、揉んでるだけとかって、まあ、揉むのもすごい素晴らしいんですけど、何のために揉んでるのかとか。なるほど。すごいですね。はい、見ていただきたいですね。はい、ありがとうございます。頑張ってください。よかったです。海外行ってですか、どこは。はい、今回は、チャンネル登録お願いします。5分間。